応用問題でね、まあ、A さんが生理痛に蜂蜜が効くって知ってるって言った時に、もしこの B さんがね、頭のおかしい人だったらっていう話ですね。うん。この文見てね、まあちょっと、女性の方、と思ったかもしれないですけど、で男性はね、おいって、まあ、ちょっとテンションが上がったと思うんですけど、まあ、もしこういうやばい人がいた時ね、ちゃんと、対応できるようにね、A のね、ジンチャシンスンね、ジョシュチグルン、この表現。これじゃあ日本語にするとどうなるか。今日の応用問題はね、二つとも僕がよく使うスタンプというか、僕が好きなスタンプで作りました。このウサギも可愛いですよね。はい。本当にね、このウサギはキャラも可愛いし、表情もいいし、で、こう、出てくる言葉も、なんだろうね。常識的なものもあれば、ちょっとふざけたネタ的なものもあって、そう。すごくいいですよね。さあ、B と A、日本語で何と言ってるでしょうか。では正解見ていきましょう。正解は、こちら。蜂蜜を精液に塗るってこと？何々ってことっていうのでね、さまさまといいすまっていうね、まあ、そういう表現ができるね。で、ジンチャシンスン、これはおまわりさんという言葉があります。おまわりさん、この人です。そう。そうかな。で、まあ、すまさまといいすまっていうのをそのまま日本語で表すと、まあ、生殖器に塗るという意味っていう。まあ、意味をそのまま使ってもいいでしょう。で、もっと強い言い方だと、おまわりさん、こいつですっていう言い方がありますね。まあ、すごい親しい関係、すごく仲のいい友達だったらこれでいいでしょうね。おまわりさん、こいつです。さあ、ダメな例。さっき、精液に塗るって書きました。精液ではダメなんですか？ではどうなんですか？っていう反応があると思いますが、では絶対ダメです。もしこれでって書いちゃうと、僕らのイメージは、小人が精液という場所で塗るという動作をしているっていう、なんか、意味不明なね、なんか、映画みたいになっちゃうんで、これはダメですね。はい。これはもう日本人笑ってしまいますね。で、次。まあ、ここ。センチチチサン。このサンっていうのがあって、これをね、上っていう風に訳してしまうと、これも良くないですね。上だけなんですか？下はダメなんですか？左右は？あ、まあ、右左か。右左は？っていう風になっちゃうんだけど。そう。これを一部分しか塗らなくなっちゃうんでダメですね。はい。で、おまわりさんはこの人です。これもよくわかんないですね。そう。これダメですね。これだとおまわりさんが変態になっちゃうからね。